では今日は2年目の川口選手にお伺いしたいと思います。まず支配下選手登録されて開幕を迎えました。そして2ヶ月が過ぎましたが、はい、まず気持ちの面で昨年と変わったところはありませんか？やっぱり育成選手から、まあ、登録されたということで、はい、やっぱ一軍に行けるっていう権利があるんで、1日でも早く一軍の舞台に行けるようにやっていこうという意識がすごく感じるようになりました。はい、さあその一軍の舞台に向けて今意識して取り組んでいるところどんなところでしょうか？まあ、そうですね、まあ、自分はプレースタイルとか打って守って走ってっていう三拍子が取り柄なので、それをしっかり全部アピールできるように意識することと、やっぱ自分はやっぱやらなきゃいけないことがたくさんあるんで、今日々勉強します。はい、ファンの皆さんが球場に足を運んでくれたとき、川口選手のどこに注目して野球見てもらいましょうか？やっぱアグレッシブなプレーを自分は見てほしいので、その元気はつらつとしたプレーを見てもらいたいです。はい、それでは最後にイーグルステーションをご覧の皆さんにメッセージをお願いします。一日でも早く一軍の舞台で活躍できるように頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。